ジュリアン・ベイリーは、イギリスの元レーシングドライバー。1980年、フォーミュラ・フォードで、レースデビューし、1982年に、ブランズハッチで行われたフォーミュラ・フォードフェスティバルで、総合優勝を成し遂げ、1983年には、フォーミュラ・フォード2000に転向し、2年連続チャンピオンに、輝いている。1985年からイギリス F3 選手権に参戦し、 ランキング6位を記録。1987年には国際 F3000 に参戦し、第7戦ブランズハッチでは初優勝をマークしている。1988年にはスポンサーを持参し、ティレルから F1 デビュー。1988年ティレルから念願の F1 デビューとなったが、この年に開発したティレル H7 はダウンホース不足に悩まされ、 決勝に進出したのはわずか6回、無得点に終わり、チームメイトのジョナサン・パーマーに対して2勝14敗と大きく負け越した。シーズン終了後、一時 F1 から離れ、日産からスポーツカーレースに参戦した。1991年スポーツカーレース参戦後、負傷したマーティンド・ネリーの代役として、ロータスと契約し、3年ぶりの F1 復帰を果たす。 だがこの時のロータスはメインスポンサーなしとチーム存続が危ぶまれている状況だったが3年前にデビュー戦となったサンマリノグランプリで6位入賞を果たす。さらにチームメイトのミカハッキネンも5位入賞しチームとしては唯一のダブル入賞となった。しかしながらベイリーがポイント獲得と決勝進出はこのサンマリノグランプリのみであり第4戦終了後には 資金難のためジョニー・ハーバートにシートを譲り、F1 シートを失った。その後1991年は、日産、1993年にはトヨタから、イギリスツーリングカー選手権、2000年には、リスターストームから、FIAGT 選手権に参戦し、見事シリーズチャンピオンに輝いた。現在はドライバーから引退し、ESPN の F1 中継ゲスト解説者として、 活動中、ありがとうございます。